笑っていいとも in 花巻。さて、笑っていいとも in 花巻、このコーナーは地域の総合経済団体花巻商工会議所の提供でお送りします。今日のゲストに次回のゲストをご紹介いただくという形で、花巻のお友達の輪どんどん広げていきたいと思います。今日のゲストは日光電機株式会社専務取締役岩立光さんにお越しいただいております。お久しぶりですね。ご無沙汰してました。はい、以前ね一度出ていただいたことがあるんですけれども、どうもありがとうございます。よろしくお願いします。先ほどですね、メティスの花鳥風月をお送りしましたけれど、なんでこの曲リクエストされたんですか？はい、これ2007年の曲でちょうど10年前の曲なんですが、はい、当時付き合ってた彼女と一緒に聴いた思い出の曲なんですが、はい、最近思い出す機会があったので、はい、今日ぜひリクエストいたしたいなと思った限りです。はいはい、その前付き合ってた彼女っていうの言っちゃっていいんですか？今の奥さんです、はい、前お会いした時もですね、愛妻家のイメージがすごくあったんですけれども、相変わらず仲良く、おかげさまで、ありがとうございます。良き夫、良きパパで、はい、いらっしゃる感じですね。じゃあ改めて自己紹介をね、お願いしたいと思います。私、日光電機株式会社で専務を務めております、はい、岩立光と申します。はい、当社事業は主として一般住宅や市内企業様向けの新築やメンテナンスなどの電気工事、また省エネ化工事などの電気設備工事を主としております。はい、また市内で花巻ゴルフガーデンというゴルフ練習場を経営しております。私自身は年齢は33歳で、妻1人、子供3人、趣味は夏は水泳、冬はランニングと体を動かすことが大好きです。あとは、お昼ご飯を外食したりとか、あとは食べ物とか家族の出来事を SNS 等にアップすることが好きです。はい、そして4年前、20代の時にね、笑っていいともin花巻出ていただいたんですけれども、その時の YouTube のインタビューって今もね見ることができるんですけれども、はい、YouTube の再生回数380回超えてるんですよね。 やったはい、はい、結構な人数見てくれてるんだなと思って、はい、反響は非常に大きいんだなと思ってました。はい、で一番多いと思うのが高校生ですね。はい、当社で毎年インターンシップ受け入れてるんですけれども、はい、高校生が日光電機花巻で調べると私の動画一番目に上がってくるんですね。はい、でインターンシップの生徒さんからも動画見てこちらに来ましたというふうなお話をよく聞くことがあります。また求人を出した際にも、はいはい、求職者の方が検索して見てくれてるケースがあるんだなというふうに思いました。はい、どんな会社なのかなとか、どういう方が上にいるのかなってすごく気になることじゃないですか。だからそのインタビューでやっぱりお人柄も伝わりますしね。そうですね。はい、そうやって見てくださっている方がいるというのはすごく嬉しいんですが、実は今日はそのラジオ出演の様子を実際に聞かれた社員の方がね、はい、今いらしているんですよね。今ブースの外で写真撮ってる事務員さん、はい、うちの社員なんですけども、はい、このラジオを見て会社の求人に応募してくれたと聞きましたので、はい、非常にありがたいと思います。嬉しいです。何かそういうご縁がつながってるっていうのもすごく嬉しいですね。はい、FM 花巻さん、みそのさん、はい、事務員さん、どうもありがとうございます。いやいや、こちらこそ嬉しい反応を伺ってありがたいです。ではここで質問です。おすすめのお店なんですけれども、最近はいかがですか？いっぱいいい店はあるんですけれども、はい、私がおすすめしたいのは大通り駅前のバダロネさんっていうイタリアンのお店ですね。人気のお店ですよね。はい、あちらのお店作る際に弊社に電気工事ご用命いただいて、大変お世話になったご縁から私も行かさせていただくようになったんですが、はい、お肉やお魚、お野菜まで地元産にこだわって使っていて、はい、ビールとワインも非常に美味しいイタリアのおしゃれなお店になってます。はい、有機野菜使われたりとかすごく気を使ってる感じがしますよね。はい、何か気に入ったものってありますか？私は特にワインは詳しいわけじゃなかったんですけれども、はい、その店のオーナー夫婦がワインについて熱く語ってくれるのでついつい飲みすぎてしまいます。はい、あ、じゃあきっと美味しいワインなんですね。特におすすめされたのがビオワインって言ってですね、はい、有機栽培で作られたワインがおすすめということで熱く語ってもらったんですけれども、はい、ええ、通常ワインって一回栓開けてしまうと酸化してしまって美味しくなくなるっていうようなイメージあるんですけども、はい、そのビオワインっていうのは改栓して酸化を楽しむワインということで、はい、なんとボトルキープができるワインということで、おすすめしてもらいました。ボトルキープができるってワインってそんなに
間開けてても大丈夫なんですか。大丈夫というふうにお勧めされて、はい、は次来た時また、ね、はい、飲んでくださいねというふうにおっしゃっていただいたんですが、飲み干しちゃわないですか、でもワインって、その日のうちに全部開けちゃいました美味しくて、じゃあ2本目行かなきゃみたいな感じですね。はい、駅前の花巻駅前のバダローネさんご紹介いただきました。では次の質問です。好きな花巻の風景いかがですか。改めて風景ではないんですけれども、花巻市高田にある花巻市民プール、はい、大好きなスポットになってます。どうしてですか。去年の夏からですね、ちょっと水泳したいなと思った時に、はい、ちょっと会社の近くに市民プールがあって、はい、ちょっと体を絞りたいっていうのもあったんですけれども、はい、7時まで営業してるので、はい、その時間に行って泳ぐんですけれども、意外と穴場でですね、他にお客さん3人とか4人しかいらっしゃらないんですね。じゃあすごい勢いでザザザザザって泳いでるんじゃないですか。一往復もすればもう息上がっちゃうんで全然ゆっくりゆっくり泳いでますけども、そして休んでる間にですね、こう夕焼けがかかったような感じだとか、はい、川の音、水の音がこうチャパチャパと聞こえたりするのも、川の音聞こえてきます。聞こえるような気がします。人数少ないとそうかもしれないですね。静かにね、はい、佇んでたり泳いでいると。花巻市高田の、花巻市民プールということで、好きな花巻の風景ご紹介いただきました。では次の質問です。改めて会社についてこだわっているところなどを伺いたいと思いますが、今力を入れている事業など教えてください。はい、今私が取り組んでいるのは、はい、省エネ屋さんとしてお客様のために役立ちたいと考えていることです。はい、省エネ屋さんの仕事とは、限られたエネルギーを有効活用して企業や家計の経費節減を積極的に提案することを、うん、私たちの重要な仕事だと思って頑張ってます。いや、ありがたいことですよね。なんとなくのイメージで一般向けもね、やってらっしゃるって最初におっしゃっていたんですが、なんとなく大きい会社とか工場とか対応されてるのかなっていうイメージをお持ちの方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、本当に一般の、例えば私が一家の主婦としてちょっと電気のことでなんて相談しちゃってもいいものなんですか。私の方に連絡いただければ大丈夫ですか。はい、はい、お答えできる範囲でお答えしますし、はい、必要であれば伺って見させていただきます。はいはい、じゃあリスナーの皆さんも何かちょっとその電気関係、電気代高いのよねとか、光熱費がねなんて、ちょっとアドバイス欲しいわなんていう方は問い合わせても大丈夫ですか。そうですね、住宅のお客様でも照明、はい、エアコン、うん、あと冬場ですと凍結防止ヒーター、はいはいはい、あちらがかなり電気食ってたりするので、はい、そうしたところで改善案をご提案することは可能です。うん、そうですか。じゃあ問い合わせの電話番号なんですけれども、日光電機さんが0198246311番、0198246311番、一般のご家庭の方でももちろん企業の方でもということで、はい、プロの目からのアドバイスもしていただけるということです。ちょっと心強いですね。ぜひ省エネ悩んでいる方ね、これ無料で省エネ診断してくださる、はい、もちろん無料でさせていただきます。嬉しいですね。またお問い合わせの際はラジオ聞いたよと言ってくれれば、ぜひ、はい、気になっている方はお問い合わせいただければと思います。そして力を入れている事業もう一つありますよね。はい、はい、先ほど自己紹介でも申し上げましたけれども、当社電気工事だけじゃなくて、はい、うん、花巻北高校の裏でゴルフ練習場も営んでおります、はい、ありますよね、目立つ大きいのがね。はい、はい、そちらの練習場の2階にですね、はい、北東北初となる最新型の屋内練習場をオープンいたしました。はい、例えば冬場ゴルフ場がクローズしてゴルフできないなとお悩みの方のために、はい、今回去年の4月からオープンした設備なんですけれども、はい、そちらの中の機械を使っていただくと全世界の200コースが、ん、はい、全世界花巻にいながら実際に体験できると、はい、そういったゴルフシミュレーターという設備を導入させていただいております。はい、これはこの辺りではかなり珍しい、本当に北東北では本当に初ですね。北東北初で全世界のゴルフ場に実際に行けている、その現地の映像を見ながら練習できる。そうです。はい、で実は今日ね、大きなパネルもねお持ちいただいているんですけれども、結構広いお部屋で大型スクリーンを見ながら、じゃあ今日は沖縄よとか今日はアメリカのどこどことかがあり、もちろんその通りでございます。プレイしてみると、うん、すぐハマってしまう方続出しておりますいろんな世界旅行に行ってる感じで、はい、冬場練習するっていうのがやっぱり寒くて大変だとか、うん、夏場も暑くて大変だとか、そういったのをこちらのゴルフシミュレーターを使っていただくことによって、はい、快適な環境でゆっくりと
ゴルフを楽しんでいただけるのが気に入られております、はい、こちら40畳の個室なんですけれども、半分がフリースペースになっておりまして、例えばご家族、ご友人同士と、最近ですと女子会とか、はい、とかっこいい女子会ですねいいですね、ゴルフ女子会今流行りでですね、ゴルフ女子会、はいはい、食べ物飲み物を持ち込んでいただいて、はい、ご利用いただく方が非常に多くいらっしゃいます。これ土日は結構人気、おかげさまで土日はもう予約でいっぱいの状況なので、はい、もしご用命される方はお早めの、そうですね、お問い合わせを頂戴したいと思います。はい、これお値段聞いていいですか。完全個室1部屋40畳、はい、こちら時間貸しで、はい、何名様で来られても1時間3000円の料金設定となっております。これ安いんじゃないですか。かなり盛岡北上にも似たような施設はあるんですけれども、はい、そちらと比べてもかなり安く提供させていただいております、はい、世界のゴルフ場をね、実際に見ながら大型スクリーンで練習することができる屋内の練習場、とても人気ということで力を入れていらっしゃるということです。4年前にお会いした時とまたどんどん進化されてる感じがするんですが、はい、我々電気屋さんと呼ばれる仕事をやってるんですけれども、はい、電気屋さんって何やってるんだろうっていうのを前はよく言われましたね、はい、例えば大きいところしかやらないんじゃないのと、先ほどみそさんおっしゃっていただいたように、はいはい、我々頼まれれば電気が通じているものは何でもやります、はい、もし我々でできなくてもできる業者さんをご紹介できますので、はい、ぜひ我々の方にね、お問い合わせいただきたいと思います、うん、電気って私たちの生活にもなくてはならないものなの で特に高齢の方とか一人暮らしの方もやっぱり今増えてるじゃないですか。高齢の方からもですね、電話帳を見て問い合わせいただく機会大変多いのでですね。あ、そうですか、はい、はい、そのように頼っていただけるのが私ども一番嬉しいのでですね、うん、ぜひお気軽にご連絡いただきたいと思います。心強いですね。さて続きましての質問です。座右の銘、好きな言葉教えてください。私の今年度の目標、一言で言いますと、ズバリ有言実行です。はい、今まで私無言実行を自分の座右の銘としてたところがありました、はい、30歳も過ぎればですね、いろいろと壁にぶつかったりすることも多くなってですね、自分がやりたいということを声を大にして発信することで、例えば周りの協力を得ることができたり、みんなで目標を達成しようとか、課題を解決しようだとか、そういうふうに取り組んでいきたいということで、有言実行を今年の座右の銘とさせていただきたいと思います、はい、口にするということは非常に責任を伴うということですので、言葉に出す前にしっかりと考えて、はい、思いつきではなくてしっかりやっていきたいと、はい、そういった決意を新たにしたところです。はい、はい、とても今ね、いい表情でおっしゃっていました。さて、あっという間にね、時間が来てしまったんですけれども、次のお友達のご紹介をお願いします。千戸平温泉の久保田光平さんとおっしゃる方です。はい、久保田さんどんな方ですか。一言で言えばスマートなイケメンですね。お、はい、非常にシュッとして、はい、髪型もバッチリ横分け決まっててですね、お、はい、非常に憧れる先輩ですね。はい、千戸平温泉さん、最近青森の方で行われたスコップジャミセの世界大会で優勝されてるんですけれども、はいはい、話題になりましたよね、はい、新聞にも大きく載ってましたけれども、はい、久保田光平さんが、はい、そのリーダーとなって取り組まれた事業だということで、はい、非常に本人も喜んでおられました、はいはい、ということでスマートなイケメン久保田さん、はい、次回ご出演 OK ということで伺っております。楽しみにしたいと思います。4年ぶりに出ていただいて、岩立さんの表情もすごくまたさらに静観になって、なんかお話伺えてとても嬉しかったです。またのお越しをお待ちしております、はい、ぜひまた次回もお声かかれば、はい、出演させていただきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は日光電機株式会社専務取締役岩立光さんにお話を伺いました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。笑っていいとも in 花巻、このコーナーは地域の総合経済団体花巻商工会議所の提供でお送りしました。